ヒカキンゲームズ。うんこじゃないよ、アイスだよ。ブンブンハロー YouTube、 ヒカキンゲームズへようこそ。どうもヒカキンです。はい、本日はヒカキン超久々にキーボードとマウスでプレイしてみた。えぐいんだよでございます。そう、いつもね、もうここ何ヶ月か、どうしても僕キーボードだと建築が苦手で、これはい、パッド、プレステのコントローラーでもう何ヶ月かやってきて、結構ねピクロイも取れて、建築がね前よりかは直感的にこう壁とか出せるようになったんですけど、ただねどうしてもねこう遠距離のアサルトとか近距離のショットガンの一発目とかがパッド僕どうしても苦手なんですよ。近距離のサブマシンガンとかはすごい得意なんですけど、そう、なんかね普通エイムはパッドの方がいいって言うんですけど、僕はねどうしてもマウスがやりやすくて、ただ建築下手なんですよキーボードマウスだと。だけどちょっと久々にやってみたいと思います。さっきちょっとだけやったらね、アサルト当たんだよね遠くの。ただ建築やっぱねテンパる。ちょっとだけキーもね変えたんで昔と。いきます、このうんちくんでいきます。いや、アイスくんで。本当にゴルゴ、スナイパーはもう自称ゴルゴ、本当にマジで当たる、パッドより僕ちょっと打ったらめっちゃ当たるんだよ。スナイパー見つけたいな。あとね手が疲れづらいかな、マウスの方が。なんつうんだろうな、こうさ、ふっ、完全に思ったとこまで動かせんの、こうやって。うん、なんかパッドだとどうしてもちょっと超えちゃったりとかで、ピン打ったりとかも本当に必ず後ろとかにスッて当てられるから、やっぱ僕はね以前なんか逆だろって突っ込まれたんですけど、エイムはマウスが僕はやりやすいんですよね。はい、久々のキーボード、あ、合うねー、合うんだよこれが。直感的にこれマウスでズームもできるしね、好きなんだよね本当は。ただちょっとねやっぱりヒカキンさん建築上手くならないとこの先ないっすよみたいなアドバイスをねいただいて、一旦パッドやって、もしかしてこれで今後そのラマ絶対取りたい。今後キーマウがやっぱりどうしてもこういけるかもってなったら、またキーマウに戻すかもしれないです。瞑想ゲームズになっちゃうんですけど、ちょっとねこれ10、これ10、あとねハンドガン当たるんですよ。あ、いけよいけよいけよ、久々のハンドガン。これ当たるでしょ、圧倒的に当たるんだよハンドガン。ほら、ハンドガンもね、ほとんど僕当てらんなくてパッドでは使ってなかったんですけど、アサルト的に使えます。それも個人差があるとは思うんですけど、あとねショットガンも持つ気になるんだよね、すっごい。僕ショットガンパッドだと本当に一発目が当たんなくて、なんかねパッドを一回やってからキーボードマウスに戻るとちょっとなんか成長してんだよね、脳みその方が。あ、パッドのあのボタンがここに配置されてんのかみたいな新鮮味みたいのがあって、そのパッドでやる前よりちょっと成長してる自分がいるんですよ。本当にね器用な人だったら両刀使いとかするんだと思うんですけど、この入れ替えとかもねやりやすいんだよね。はい、ちょっとまだ本当に一回プレイしただけなんで、感覚がねなかなか戻ってこないんですけど、ただ現時点で分かるのはエイムが圧倒的にこっちの方がやりやすい。お、アサルトあった、アサルトが当たるんだ。パッドだとどうしても苦手でバーストを選んでズームしてこう頑張って当ててたんですけど、普通のアサルトで十分当たると思う。そんくらい僕はなんかエイムを捨てて、あ、バーストにしてみる。バーストだったらもっと当たると思う。エイムを捨てて建築をね成長したくてパッドにしてたんですけどそこまでね大きな成長はできてないかもしれませんが、ほら出ておいで、いたいたいた、エジキ買いました。で建築がねちょっとボタン変えちゃったんで、ただあとね建築の壁編集がいや前より上達できるかもしれない。うん、ちょっと当たんなかったな、当たんなかったな当たんなかったけど
グワングワンはなってないんだよな。こういう風になんかあーみたいな。リロード、うん、おっと、おお。銃、うん、ちょっと当たるよね、やっぱりちょっと当たるよね。ほら、当たるよね。それがなんかさ、新鮮でさ、あ、ゴルゴ取れた。新鮮でさ、楽しくて、マジでやっぱね、たまにこう変えると楽しいね。もちろんあんまりね、本当に上手くなるのとか目指すんだったら変えまくるのも良くないと思うんだけど、あれ、やべ、編集になってる。やべ、外した。でもなんかもっとさ、久々だからやべ、やっぱ全然ダメだってなるかと思ったら、あれいいぞみたいな。楽しくなっちゃった。ただどうしてもなんか編集してる時になんか変な風に編集モードになって壁が出ねえとかなんかね、変な現象に陥る時はあるんだけど、だってさ、本当に多分さ、あ、もうダメだってなるんだったらこれさ、こういくらボットさんが混じってるとはいえ4キルこうやってサッとできるっていうのはやっぱなんか当たってる気がする。もっといいエイム見せたいな。ちょっともっともっと当たるんですよ。ハードルを上げていくスタイル。まあリスキーいってみっか。うわっ、なんか立ててあるね。人いるかな。やっぱまあ歩いたりとか動くのはパッドがやりやすいね。壁編集がさ、これ立てんじゃん、こうやって。で、9に配置したんだよね。ほら、やべ、くっついてねえや。そう、こうやってこうやってこうやるじゃないですか。で、9、ほら、早くない？で、もう一回9押して、うんうん、早い気がする。なんかやだな、いそうだな。うわっ、チャーシュー紫、ここの人強かったんだな。チャーシュー紫拾わないって。あ、ラマ取ったから強化できんじゃん、バースト。あ、そう、これがどうしてもやりづらくて、あー、そう、ちょっとね、変えちゃったんで、昔とも。わっ、やべ、今建築して足りなくなった。ちょっと待って。やべ、足りねえ。さあ、まだ慣れてないからあんま歌んといて、建築をしてこうで、うん、この辺の切り替えもやりやすいな、やっぱし。で、1番でこう、うん、慣れたらやっぱり好きだな。ちょっと練習とかここでしてる場合じゃないんだけど、クリエイティブでしろって話なんだけど、なんかさ、本当にこの、なんだろう、シュッとここだけ壁を編集したいっていうのが一瞬でできんのよ。ほら、これ、うん、これやべ、きたね、猛者の香り、猛者の香り。うわー、吹っ飛んだ。冷静に、もうやられてんじゃん。ゴルゴする前に殺さんで、え、自爆しただけなわけないよ。動体視力、目で、目で追えるんだよね。ちょっと待って、次行こう。ブニリンゴ、お前近いうち、すごい5キロぐらいしたでしょ。次行こう。
いやー、いけるわ。よし、どっから行こう。ソルティースプリングスでも行く？久々にピピッとちゃんとこれピン打てるから、ほらラマがいてもパチンと当てられるからね。いないかな。さあ、ゴルゴがやりたいのでスナイパーが欲しい。あんまり慣れてないソルティースプリングス、全然人降りてないな。人気なくなっちゃったのかな。よし、ガチスナイパー来たんですけど、一発目から。え、やば、神エイムで倒すしかねえ。倒した神エイムだ。もう俺これ嫌い、このブギーボムマジで嫌い。あー、よかった。なんか瀕死だったのに突っ込んできたんだね今の人。それか舐められてたか舐められてたな完全に。よかった。でも舐めてるとこういうことになるんだ。こっからスナイパー劇場がスタートです。よくわかるよな、でもなんか隠れているっていうことが。ほんと、嘘はつけねえって話だよ。まあ、とりあえず、このソルティースプリングスを制したのは俺ってことで。それは、異論はないですね。なんたって、白ハンドガンで制したからな。撃ったね。今、俺っちを撃ったね。なるほど。ん？気づいてるかな？痛い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 。あソルティ。なんでこんな飛んできてん？おかしいやろ。気づいてる。あー、相手も上手だ多分。怖い。そしたら俺もこれでいくよー。よかったよかった。危ない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 。危ねー。ちょっと待って、全然当たんなかった。冴えてなかったね。こっからだね。でも劇場はよし。すごい4キルだソルティで。これはもうていうか、待って待って待って、こうじゃないともう多分無理。違うんだ、多分詰めてきてるよ。はいはいはい、屋根上ね。はいはいはい、こっちから出てくるな。ほら、さらにこっち。僕に喧嘩。やめてもうソルティ。あとでアイテム取り行こう。これすごい、ゴルゴキルすごい、ゴルゴゴキル。スラープ株式会社の良質なスラープジュースを。よし、いや今のヘッショ気持ちよかったな。パーンいったな。これはねマウスの技だね。あ、デカポあった。この人強そうだったもんな。なんかただ本当に上手い人だったらあそこでまあ
あんまりあそこまで打ってこないか。こうで床がちょっと作れんくてね、どうしても。あ、で建材がやばい。あの人は建材は、あった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 。動きがぎこちねえ。うわ、建材結構ある。よしよしよし、強い強い。銃声が聞こえる。さっきの車はブオン、嫌な音。すごい。どうなってんだこれ。うわすごい。え、俺んとこ来てるわけじゃないよね。ごめんなさい。やばい、その人がいると移動しづらい。いやこれ川泳いでいくしかないか。やられっかな。いや、これでうまく逃げる。ちょっと回り込んで大丈夫だ。ただ、さっきの車の人がいるかも。入ったー。いいねー、川。水泳は、もともと、クソ、苦手でしたが、もうここまで来たら徹底して、ゴルゴできてーな。うわ。何やってはるの？いた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 。車まさか乗ろうとしてる？やべ、上手だ。俺も死ぬ。ちょっと逃げるわ。ゴルゴーゴルゴ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 。ここで向きにならない、それが成長である。思ったとこに飛んでくんだよ、銃が。銃がっていうか弾が。いるかもしんねえな、草の中に一人。最後上取れねえな、建築。デカポ置いてきてしまった。うわ、入ってる。あったあったあった。バレてるから油断しろ。油断しろ。油断をしろ。油断をしなさい。うわ、バレている。なんだと。よくわかったな、うんちくんに気づけたね。
一か八か行くわ。頑張ったゴルゴ頑張った。建築ができねえ、編集はできるんだけど床が置けねえ。キー配置を改めよう。そうか、サーフでジャンプすればよかったのか。この人の勝ちかな。いや頑張った、焦っちゃうな。さあどっちが勝つか。いやこの人な気がするな。わっ、うえー、おめでとういやうんちくん頑張ったな、お前本当に歯が3本になっちゃったね。いやでもなんかね、本当に頑張って練習したらやっぱり銃が当たる、弾が当たるね、ちゃんと。なのでもうちょっと試して頑張ってみたいと思います。どっち使うか分かんないね。この動画もしよければ評価グッドボタンぜひぜひお願いします。このヒカキンゲームズのチャンネル登録もぜひこちらをポチッ。その他私ヒカキン Twitter、Instagram、TikTok もやってますので、説明欄からフォローお待ちしてます。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。